名古屋某所。今回番組に悩みを投稿してきたのは、こんにちは、どうも、辻慎太郎くん20歳。私たちが初めて彼と出会ったのは8月31日。交際中の彼女とキスもできないまま4年が過ぎてしまい、溜まった性欲を処理しきれず、その結果最近ちょっと女装始めまして。どうしたんですか。女装すると、はい、性欲が抑えることができる。もうピタッてなくなりますね。誰かに見てもらえなくて、最近ちょっと外歩いてるんですよ。女装で抑えてるって言ってたけど、女装はもう独り立ちしてるじゃない。別にね、嘘って思われたくないんですよ。女の子だって思われたいんです。僕あの以前徘徊してるって言ったと思うんですけど、あ、女装姿で、はい、あ、言ってましたね。コンビニにとかそのお店に入りたい。入ればいいじゃないですか。てか人にちょっと見られたい。いや、その勇気がないから背中押したい。普通の女の子として捉えられるか、それともあ、こいつ女装してんなって思われるか。僕としてはそこちょっと気になる。この VTR は性欲を抑えるために女装を始めた青年が本当の女の子になろうとした苦悩と挑戦の記録である。いらないこの信号。辻慎太郎くん20歳、女装歴6ヶ月。今回彼は初めてのことに挑戦しようとしていた。それは女装姿で買い物に行くということ。駅前のケーキ屋さんへケーキを買いに行くのだ。美月ちゃんが普通の女の子として捉えられるのか、それともあ、こいつ女装してんなって思われるのかっていう、そこはちょっと今日気になるところです。美月ちゃん、それは女装した時の彼の名前。今回初めて女装姿で街に出る。そう思うとメイクにも自然と力が入る。女の人って鼻ちっちゃいじゃないですか、うん、だからこの小鼻のところにですね、コンシーラーをやるとちっちゃくなって女っぽくなるんですよ。これはあの違う、あの女装のサイトで質問して、小鼻に勇気が湧いたんで、コンシーラーを塗りなさいって女装家さんがおっしゃったんで、他のチークは好きですね、個人的に。僕は顔があの丸というよりは長いので、うん、あのこの頬骨の下あたりにですね、あのちょっと塗るといいんですよ。そうすると丸顔効果がちょっと丸くなりまして、やっぱりこれもあの女装のサイトで見ました。女装サイト、それは彼と同じ趣味を持つ仲間たちが交流を深める場所。女装のいいところは、自分のなりたい自分の理想の女の子っていうのを自分でこう作れることにあると思いますよ。どうすか。あ、俺は結構可愛いって思うんですけど。出来上がった。最後にリップを重ねた時は、そこにいるのは辻慎太郎ではなく、いや辻慎太郎だ、美月という一人の女性だった。ガッチリ辻だなこれ、うん、そしてついに運命の時が。出発直前、スタッフがあるものを渡した、はい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 、それは若林さんから預かったお守り。もう美月は一人じゃない。若林さんの存在をそのお守りに感じながら、ついに部屋を出る。大丈夫だ、みんな押せればと思った。頑張れ。それは性欲を抑えるためではない、女の子として見られたいから。日も暮れ、街が街灯で照らされ始めた頃、一人の青年が女装で本当の女の子になるための挑戦が始まった。これ大会はしてますから、今のところね、これ何が怖いだよ。やべやべやべ、車車車
店に入るわけですからね。うわ、もしナンパなんかされたらちょっとな、困るな。最初の関門、それは大通りの交差点。彼女が女装姿でこの交差点を渡るのは初めての経験。足が前に進まない。若林さん、ポケットの中のお守りに力をもらい、勇気を出して歩き出す。頑張れ。マジでやるやつだ。そうだよ、一人でしょ。そうだよ、マジでやるやつ。頑張れ。やばくない。どうしても顔を上げられない。自分が変態女装野郎だと思われるのが怖い。いや、そうだよ。一旦暗い路地へ逃げる。しかしそれが逆効果だった。あ、ほら、今気づくよ、ほら。危なかったな。くそ、いいね。おい、なんてこと言うんだ。すみません、前だよ、クソなのは。犬は空気読めないからな。犬にやられた。犬の鋭い嗅覚は自分が男であることを見破っていたはずだ。そうだ、あなたを狙ってる。もう自分は女の子じゃない。隣を歩いてる。その時だった。あの人のことを思い出した。え、あー、もう若林さん、もう頑張れ、辻。怖いから、もう辻、頑張れ。すごいかっこいいですね。若者のね。美月は再び歩き出した。ああ、可愛い女の子だから絶対大丈夫、絶対大丈夫、大丈夫、大丈夫。若林さんが女の子として前に進む勇気をくれた。顔を伏せずに人とすれ違うことができるほどまで。家を出て30分、目的のケーキ屋さんに到着。30分歩いた。しかし扉を開けることができない。この先、美月ちゃんには店員と顔を合わせ注文をするという最大の試練が待っているのだ。女装って思われたくないんですよ。女の子だって思われたいんです。普通の女の子として捉えられるのか、それとも、あ、こいつ女装してんなって思われるのかって、僕としてはそこちょっと気になる。行くしかねえよ。くそ、調子悪いな。来ます。そして美月ちゃんは渾身の女声で最後の勝負に出る。めっちゃいい匂いする。やばい。あ、はい。男の声出しちゃってたよ。出せなかった。喉仏が憎かった。そして美月ちゃんは開き直った。めっちゃ可愛いわ。おすすめをください。一番人気は季節のフルーツを使ったフルーツタルトが一番人気なんです。この可愛いやつ。これお願いします。こちらです。はい。やばいよ。やばいよ、バレて。お誕生日か何か。あ、そうす。うん、そういった意味じゃお誕生日だよ。お前のな。何も言わず、はい、優しく接してくれる店員さん。もしかして気づかれていないのでは。思い切って聞いてみた。すいません、お待たせしました。バレてます。困るよ、店員さん。何と言っていいか分からない。そうだよ、困らせんじゃないよ。ちょっと、はい、あ、すいません。いや、で女の子より可愛いです。女の子より可愛いです。女の子になることはできなかったが、その一言で全て報われた気がした。